はい、みなさんこんにちは。リナです。タカです。ティブロンです。以前はタカにクイズを出しましたよね。ヨーロッパ人を見分けられるかどうか。以前はドイツ人とフランス人とイギリス人でやりました。はい、それ。まあまあ難しかったよ。あ、そう。すごい人気だったよね。そう、視聴者からもコメントも多かったし、再生回数も多分20万回ぐらいいってるから、参加型の動画だったよね。そう。それは以前人気あったので、今回はまたヨーロッパ人を見分けられるけど、今回は、まあ、ドイツ人、ドイツ人から、はいはいはい、ドイツ人ドイツ人は欠かせないらしいよイタリア人、はい、とスペイン人です。あ、コメントでも多かったよ、イタリア人とスペイン人。あ、ここの比較、みんなやりたいっていうことだね。動画にしてっていうコメント多かった。で、私は作ってる間に気づいたのが、イタリア人とスペイン人すごい似てるからすごい難しいと思うよ。あ、そうなの Yes。皆さんのイメージの中でどうだろうね、スペイン人とイタリア人、ドイツ人ちょっと違う気はするけどね。そう、この2つと比べると。そうそうそう。じゃあ前回と同様にレナが写真を選んで、はい、それを3択で出すんで、はい、僕と視聴者の皆さんが一緒に当てに行くと。はい、ちなみに今日は10問あります。やりましょう。それではまた以前と同じように、AI からスタートします。 AI スタートです。はい、皆さん知ってますか、前回の動画見てくれた人は分かるけど、 AI がドイツ人とイタリア人とスペイン人を AI が作れるんだよ、写真で。はい、そうです。早速いきますよ。はい、おお、1番、2番、3番パッと分かりやすいでしょ。パッと分かるのはドイツ人は分かる。はい、誰？3番か2番顔色を見ると分かるんだよね。3番か2番。でも多分3番がドイツ人。答え出さないよ。あれ、もしか間違ってる？もしかして間違ってる？だいぶ恥ずかしいよ。どうでしょう。で、1番と2番だけど、いや正直イタリアとスペインだよね。うん、1番がスペインっぽいかな。なんか明るい色使うじゃん。なんかスペインってあったかい国だからさ。イタリアも高い国だ。2番の人があんま特徴ないじゃん、正直。分かった、1番がスペイン。なぜなら肌の色が焦げてるのと鮮やかな色を使ってる。で、2番がイタリア人なのは正直消去法なので僕は1番スペイン、2番イタリア、3番ドイツ。はい、皆さんも決めましたか？当たってる？当たってる。当たってる。当たってる。ペインところ合ってんの？西っていう字で。Yes。 調べた？調べましたよ。タカが漢字が読めないんだね。スペインって西って書くんだね。でも当たってたね。え、でもどこで判断すればいいの？で、タカが言ったことはバッチリだよ。やっぱ俺。絶対だね。どっちかというと、イタリア人とスペイン人が同じく目が茶色いと髪の毛が茶色い、本当だ、ということが多いです。肌色がなんかオリーブ系とか焼けてる系が2人はあるんだけど、うん、スペイン人の方が濃い人が多い、よりイタリア人。あ、色が焦げてる、はい、日焼けしてる人が多いってこと？そう、服装で言うと、まあ、イタリア人がこう普通にファッショナブルなんだけど、うん、スペイン人はどっちかというと伝統的な柄とかすごい明るい色とかも服に入れてる、うんうんうん、イメージあるわ。フラメンゴとか。あ、そうそうそう、フラメンゴじゃない、なんだっけ、フラメンコ、フラメンコオレイって言うんでしょ。オレイ。じゃあドイツ人はどっちかというと、うん、髪の毛が明るくて、うん、目の色も青とか緑とかグレーとかの人が多いです。ね、じゃあこれが今だいぶ次の写真とか選ぶときにヒントになるね。全部説明しなければよかった。じゃあ次の質問に行きましょう。 AI の男性。男性、私も今分からなくなっちゃったむず、多分だけど1番がドイツ人っぽいかな、2番もドイツ人っぽいな3番はドイツ人じゃない。3番が分かりやすいかな、多分イタリア人。そう、髪の毛がカールしてるでしょ。で、3番の人おしゃれ、なんかファッショナブルだから多分3番がイタリアで、1番と2番だけど、俺がパッと思ったのは1番がドイツ人だと思ったんだけど、で、2番が消去法でスペインになるんだけど、そうするとね、あ、これもこの人もさ、ここ貼ってるよね前回の動画のポイントだったよね。ここがかなりのポイントじゃない。エラが張るっていうのはさ、ドイツ人が硬いパンが食べるから。No。 だから2番ドイツだ。それタカの
結論だよ、片一パンを食べてるからって。1番が消去法になるけどスペイン。でもさっき言ってたみたいに肌焦げてるし、1番がスペイン、2番がドイツ、3番がイタリアだと思いますが、皆さんはどうですか、決めましたか？違います。全然ちゃうやん。特にタカが言ってたファッションに考えると、うん、イタリア人はファッショナブルというイメージはありますよね。皆さんもありません？イタリア人がおしゃれ、ファッション、ね、だって一番の人さ、なんか全然ファッションにあんま気使わなそう などちらかというとドイツっぽいファッションだよね。AI は難しいね、なかなか。次は民族衣装、はい、タカがめっちゃ上手だったよ。民族衣装は分かるよ、皆さんも分かると思うよ、僕らの動画を日頃見てれば。じゃあもう明らかにドイツは分かりますよね。さすがに。3番だと思います。さっきレナが言ってたみたいに、1番の人がさ、とかこれ1番さ、フラメンコじゃん、多分フラメンコ踊りそうじゃん。違うと思うけど、じゃあスペインじゃないかもしれない。でも俺的には1番がスペインかなって思うのと、まあ、肌が焦げててカラフルな衣装じゃん。で2番がイタリアなのはよく分かんない。1番が多分スペインかイタリア。決めなきゃいけないよ。1番がスペイン、2番がイタリア、3番がドイツ。でもイタリアが理由わかんない。オッケー、理由が教えてあげる。合ってる？当たってる。はい、当たりました。あのこれがキリスト教の町、カソリックの人が多いでしょ、イタリアに。 Yes。 俺知らない。宗教的な、宗教的な。イタリアイコールキリスト教っていうつながりがあれば分かったってことか。で一番は、まあ、カラフル あの、うん、花柄とかそういったレースとか、うん、それがなんかすごいスペインっぽい。あと肌の色も焦げてるもんね。それは肌の色は見ちゃダメだよ。なんで？これ衣装についての質問だから。ああ、そうだ、そうだ。だったらあれじゃない、アマゾンとかでさあの商品ページ貼り付けてさ、人が映ってない方が分かりやすいんじゃない？そんな方がいいかもしれないよ。で3番はドイツと、はい、ディアンドルです。はい、それは、はい、男性、男性衣装。はい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 、これも、まあ、前回の動画見てる人はドイツはパッとわかると思う。ドイツは1番だと思います。う、絶対ドイツじゃん、1番。ビール持ってるやん、ここに。絶対ドイツじゃん。民族衣装じゃなくてビール持ってるやん。これ1リットルのね、マスっていう、多分あの どでかいビールね。これでそんなに大きく見えないけど、この人体がでかいけどレナの顔ぐらいあるからね、はい、2番と3番だけど、分かりやすいのは3番がなんかスペインっぽいよね。だからさ、横にフラメンコのいるやん。いや、ちょっと切ろうとした。横にフラメンコの女性いますやん。だから3番がスペインだよね、多分ね、はい、で2番がイタリアなのは、これはキリスト教なのかな、だから分かんない。キリスト教なのかどうか分かんないけど、消去法で2番がイタリア。これは当たってる。で、あのイタリアはちょっと私もなんか 100% 分かんないけど、私の想像なんだけど、うんうん、イタリアは昔街自体が違う国だったみたいな感じだったよね。すごい文化とかも違ってて、うん、で多分今も地域ごとにすごいトラディショナルの服とか全然違うと思うから、多分これとさっきの女性衣装はマッチしないんだよね、うん、ああ、なるほどね。でも確かにイタリアってファッションも違うもんね。ナポリのファッションとローマのファッションと、全然その地域によってこだわりがあっていいよね。だからイタリア人よりそのミラノの人とか、うんうんうん、そっか、ミラノもイタリアだもんね。で3番がスペインと、これフラメンコ、男性、あ、男性ってフラメンコするの？するよ。あ、男性と女性セットで踊るって、フラメンコって。踊ることもある。じゃあもしかしたらこれがフラメンコの衣装かもしれないね。1番どっちだよね。次は女性有名人、来ました。で私は今回選んだのが、これむずいよ、あのトップモデル、スーパーモデル、世界で有名なビクトリア・シークレットのスーパーモデル、うん、あ、でも俺わかるよ、ドイツはわかる。ドイツは多分3番だってさ、髪の毛の色全然ちゃうやん、うん、さっき言ってたよね、髪の毛と目の色が茶色とか黒っぽいのはイタリア、スペインって言ったから、多分3番がドイツ。1番と2番の正直分からん。これどっかにヒント落ちてんのかな、なんか仕込んでる可能性あるよ。いや、ヒントがない。分かった、そうなんだ、分かっちまったぜ。オッケー、レナの1問目のヒント覚えてる、みんな。スペインは花柄を入れてると。見て見て、1番このレース、レースの下に花柄ついてるよね、これ。これ当たったら俺名探偵来ないよ。1番多分スペインだよ、2番イタリア、3番ドイツ。
ファイナルアンサー。ファイナルアンサーいい？ Yes. 行きますか？はい。ほどっと。やば、俺探偵になろうかな。これ前回のクイズでも同じ人出したよ。違う写真だけど。嘘。え、ドイツ人？ Yes. あ、そうなの？名前なんだっけ？ハイディクロム。ああ、ハイディクロム。今40歳とか50歳ぐらいですね。え、このこの人40歳の人はめっちゃ綺麗じゃない？いや、この写真はいつの写真かわかんないよ。あ、もっと若いのかな、さすがに。まさかの使い回し。で、1番と2番はそのビクトリアシークレット、スペイン入れたら、この人が出てきて、イタリアを入れたら、この人が出てきた、という感じで。いや、理由わかってないじゃん。男性有名人。これまたむずい。一番むずいよね、男性有名人。わかんないけど、私はその顔の作りからわかる、あ、顔の作りでだったら3番ドイツじゃない？ちょっとここ貼ってるもん。パン食べ過ぎてるよ。でも1番がイタリアとかスペインには思えない。だから1番がドイツかもしれない。はい、今回は私はミュッと何も言わないタカに任せる。で、2番がドイツは多分ないね。なんかちょっとこの2番の人さ、キュートな感じじゃん。目がクリッとしてて。わかった、2番は俺分かってない。でもサッカー選手にこういう3番の人いるんだよね。サッカーが強いって言ったらさ、スペインが強いでしょ、ドイツも強いでしょ、何の結論、イタリアも強いや、サッカーどこも強いや、全部強いや。1番の人はなんかイタリアとかスペインっぽくないから、多分1番はドイツ。2番の人がちょっと髪の毛カールでしょ、でヒゲが生えてるでしょ、でなんか2番の人おしゃれだね、ジャケットの下に、あ、スカーフ巻いてない、ここにドット柄のイタリアじゃん。多分2番イタリア、おしゃれ。3番はスペイン。オッケー、合ってます。当たった、当たったじゃん。でもそんなにびっくりする のであれば、正直あんま根拠はなかった。1番がドイツの理由は、ドイツ人の顔だから。やめますこの動画も。次の質問、タカの女性ファッション。俺の特徴？なんかタカがファッション好きでしょ。ああ、俺ファッション好き。あ、だから当てれるかもしれないってこと？女性ファッション。はい。三番がもうさ、明らかにカラフルだよね。鮮やかだよね。スペインっぽくない？ドイツ人は暗いコーディネートが好きだし、スキニーも好きなんだよね、ドイツ人。スキニーでしょ？で、暗いコート着てるでしょ？二番ドイツ。で、一番はイタリアだね。消去法で。でも1番がおしゃれだよね、正直。だってレザーのスカート履いてるよ、これ。合ってる。当たるやん。でも1番がイタリア。なんですごいファッショナブルでしょ、色も明るいけど、なんかタカが言ってたようにそのレザースカートとか、人は割と暗い色が好きで、はいはい、あのまあ、ジーンズとかスキニーの。スキニー好きだよ、ドイツ人、本当。スカートよりズボンが多い。スペイン人をイメージすると、まあ、これなんかフラメンコからインスパイアされたカジュアルドレスだと思うけど。まあ、確かにさ、3番の人だけさ、かなり開放感あるもんね。おしゃれ、黒ベース、開放的。おしゃれは全部おしゃれ。まあ、おしゃれだね。おしゃれおしゃれ、ドイツ人もおしゃれだよ。ドイツ人もおしゃれだよ。男性ファッション。男性ファッション。はい。おお、なるほどね。でも一番の人だけ圧倒的におしゃれだよね。なんか映画に出てきそうじゃん。一番の人多分イタリアだね。二番と三番だけど、三番こういうファッションの人はドイツで俺見たことない。だから多分二番がドイツのファッションで、しかも二番の人ガタイ、身長でかいよね、でもこの人。2メートル近くあるんじゃない？知らない。だから2番の人ドイツ。で、3番がスペインなのは正直俺は分かんない。消去法になっちゃう。でもさ、スカーフ巻く？スペイン。この人なんか矛盾してない？短パン半袖でさ、暑いんでしょ多分。ここさ、蒸れるやん。こんなん巻いとったら。でも多分3番の人がスペイン。これは俺まあまあ自信あるよ。合ってます。あ、当たってるやん。皆さんも当たってましたかね。理由付けも良かったと思うよ。スペイン人がなんかカラフルとか、そのなるほど、柄が入ってる感じとかは言ってた、言ってた、言ってましたよ。言ってた、言ってましたよ。で、まあ、ドイツ人はあのブーツとか、あの、まあ、T シャツファッションが多い感じ、ね。T シャツマジ好きだよね。はいはいはい。イタリア人がスーツで革靴という感じだよね。おしゃれだね、はい。まあ、体型もかっこいいもんね。俺だいぶ正解してるよね。だいぶ正解 しすぎてる。しすぎてる。これ仕込みに思われる。なんかもうちょっとは下手だなと思ってたよ。やっぱ俺すごいんじゃない。メイク。はい、
メイクです。女性のメイク。これは絶対に当たらない。え ?3 番の人あれじゃないバレちゃった。3番の人さ、前回の動画で3番の人いたよね。でも前回の動画で3番の人いた気がするんだけど、3番の人が何人だったかは覚えてないよね。覚えてないとしたら、前回ドイツとフランスとイギリスだったよね。そうだよ。今回ドイツとイタリアとスペインだよね。だよね。共通項ドイツしかないね。これ3番ドイツです。分かった、覚えてる。目のメイクにこだわるのがドイツ人だったんだよ、確か。で、この3番の人、目めちゃくちゃこだわってるじゃん。3番ドイツです。で、1番、2番は、特徴はなんだろうね。1番の人、ここそばかすあるよね。でも2番と1番全然違うよ。2番はちょっと白いベースメイクにリップが赤いのが印象的みたいな。で、2番の人はさ、よりさ、目を強調してるよね。1番の人より。多分2番イタリアだね。あとスペインの方が日差しが強そうだから、あの、おのずとこうそばかすとかシミになりやすいじゃん。だから1番はスペイン。違います。お、違う。あの3番はさすがに当たってます。イエス、もちろん。1番がイタリア。なんか眉毛に強調するとか読んだんだけど、うん、でもそうなんだ。なんかあのいろんな写真を見て、なんかそこまで納得してない感じもしました。おお、むずっ。3番の人がドイツ人っぽいよね。正直さ、この選んだビキニがさ、ドイツ人っぽいかどうかなんて。あ、でもレナこういうビキニ持ってるよね。しかも分かった、レナブルー好きなのよ。自分ドイツ人じゃん、多分ね、選んでるよ、シンパシー感じて。何が特徴違うのこれ。帽子かぶってるね。ちょっとでも日焼けしたくないみたいな。全員日焼けしたいよ。ドイツ人もイタリア人もスペイン人も日焼けしたいです。分かっちゃったよ。はい、これさ、今日の動画をさ、ずっと見ててさ、はい、ちゃんと理解してる人は当てちゃうよ。の当てないよ。当てちゃうよ俺。1番スペインよ。鼻ついてるもん、ここに。鼻柄じゃん。絶対1番スペインじゃん。で、2番の人がイタリア。消去法検索したの。ビーチドイツとか。ビーチ、あ、そういうことね。だったら2番イタリア人っぽいよね。だから3番がドイツ、1番がスペイン、2番がイタリア。鼻筋が綺麗。全然ちゃうやん。全然ちゃうやん。一番ドイツ。花柄どこ行ったよ。花柄ロジックどこ行った？花柄理論。花柄理論はいつも使えるわけでもないよ。え、これマジむずいじゃん。理由あんの？ない。はい、ということで10問終わりましたね。はい。多分僕はね、覚えてないけど6、7問正解したと思う。半分は多分正解できてる。思ってた以上に上手だったよ。いろいろ難しい質問とかもなしたから。難かったね。いや、まあ、なんか前回より難かった気がする。イエス、イタリア人とスペイン人が似てるから。やっぱイタリア人とスペイン人の違いはむずいわ。はい、あんまり分かんない。フランスとUK、イギリスがもっとなんか分かりやすい。全然違う、うん、全然分かりやすい。皆さんどうでしたか。ぜひコメント欄に何問正解できたか。うん、10問正解の人いたらすごいよ、マジで。Yes。 だから逆にさ、俺が今度さ問題作ってレナに出したらさ、分かるのかっていうのも気になるよね。分かりますよ、自信ある。皆さんどうでしたか今回の動画。はい、参加型クイズ企画です。はい、もしこの動画もね、いいねとかコメントが多かったらね、ちょっとシリーズ化してもいいよね。まだだって比較できる国あるからね。例えばさ、この国とこの国を比較してほしいとかはあれば、ぜひコメントでね、はい、いただけるとね、お願いします。レナがまたクイズ作ってくれます。はい、ということでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。